い、ゴールデンウィーク企画ですね。第4回目となり、いよいよ最終回なんですけども、今回はですね、このように今まで作ってきたオケに対してメロディーを足していきたいと思います。このようにガレージバンドにはたくさん入ってますね。例えばピアノが良かったり、ギターが良かったり、もう好きなように選んでいただいて構わないんですけども、今回僕はですね、これシンセサイザー、そしてリードというものがありますね。これはまさにですね、今回のようにメロディーを弾くときに向いているという音色になります。基本的に単音の音色となりますので、和音の演奏はできないといった形となります。今回このエラスティックリード、これを使用してみたいと思います。このようにリージョンを作ります。実際これメロディーを作っていくときに何の音を使えばいいのか、ここが一番問題になってくると思います。今回この素材はですね、G シャープのメジャーで弾かれています。ということはこのメロディーもですね、G シャープのメジャーキーで弾けば OK と。で、メジャーキーというものは何かというとですね、ここから始まってドレミファソラシドに聞こえる音ですね、今この上に出てる音を使えばですね、バッチリと当てはまるかなと。もちろんですね、このように途中でコードが変わっていると、まあ、全てが合うというわけじゃないんですけども、かなり心強い手がかりとなるかなと思います。で、まず簡単に打ってみたいんですけども、その場合ループしちゃった方がいいでしょうね。一つをループして、このようにしてメロディーをつけていくと。ここはですね、もう聞いた感じ自由に仕上げていただいていいところかと思います。例えばなんですけども、こんな感じですね。これでもメロディーと言えます。で、このメロディーをですね、もう少し細かい感じにしたいなっていう時は、この間ドラムの時にやったですね、16分裏ですね。偶数のところに入れていくだけで細かい感じを演出することができます。今ですね、16分裏一つ打ってみました。これで聞いていただくと、こんな感じ。少し細かい感じが出ましたよね。ちょっとメロディーのリズムが重たいといった時に試していただきたいのが、1、2、3、4の頭拍ですね。ここのですね、頭拍にメロディーが入ると、少しこの軸が強調されますんで、もし軽くしたい場合やなんかはですね、こう軸のところを外しに行く。こんな感じだったりとか、ですかね、聞いてみてください。こういった形となります。もしくはこのようにですね、全体をですね、動かしてしまうと。なかなか思いつかなかったアプローチがですね、偶然できてしまうなんていうこともありますので、このあたりも煮詰まった時には試してみるといいと思いますね。もちろんメロディーをどんどん考えていくんですけども、この時にですね、結構こう新しく作んなきゃいけないんじゃないかと思われる方も多いと思うんですけども、実はそんなこともなくて、ここでですね、ベースが変わってくれてますよね。そのためですね、同じメロディーを例えば演奏したとしても、結構成り立ってしまうと。もうちょっと続きもやってみましょうか。こんな感じ。大体成り立ってるのが分かっていただけるかと思います。もちろんですね、ここちょっと合わなかったとか変化をつけたいなんていう時はですね、そこだけ編集すれば OK といった形ですね。そして今このように細かいものを打ったんですけども、ゆったり聞かせたいとか、いろいろとあると思います。今ですね、ここ16ブラ、ここも16ブラですね。多めにしたので細かいリズムになってるんですけども、これをゆったり聞かせたいなんていう時はやはりですね、8分音符、4分音符なんかを使っていくと、ゆったりと聞けるかなと。こういった形ですね。また、今これリード音色選んでいるんですけども、このリードはですね、先ほどお伝えしたように単音でしかなりませんので、このようにですね、音が重なって和音ではならないんですね。こう滑らかに繋がった効果が得られますんで、この辺で表情を出していくのもありかと思いますね。そして例えば今シンセサイザーっていうのを考えてるんですけども、誰かが歌うことを想定してメロディーをつけることもあると思うんですけども、そういう時に DTM で起こりがちなのが、こうブレスの位置をあまりつけない。こんな感じで、どこでブレスするのかとかっていうので困ることがありますんで、自分で歌えるか、これをしっかりと考えながら作っていくといいかもしれませんね。こんな感じでちょっと打ってみました。こういった形ですね。今ちょうど5小節目でコードが折り返すことになっているんですけども、この時にですね、メロディーを例えば繰り返したいっていうことも多々あると思うんですね。この時はですね、もちろんそのまま繰り返してもいいんですけども、前のものをちょっとモチーフにして少し音程を変える、リズムを変えるなんてやるとさらにですね、作曲が広がると思います。ということで一つの素材を元にして、こんなに簡単にですね、作曲ができてしまうというのを分かっていただけたらですね、とても嬉しく思います。今回ですね、DTM を始めてみたいという方の初心者向けに構成したんですけども、これからはですね、このように素材を使った解説もですね、予定していますので、ぜひお楽しみにしていてください。今回もご視聴ありがとうございました。